はい、こんにちは、116インズです。今季豊作のショートの FA 市場、すでに大物選手ではトレイ・ターナーがフィリーズと11年総額3億ドルの契約を、ザンダー・ボガーツがパドレスと11年総額2億8000万ドルの契約を結んでいて、残りの大物 FA カルロス・コレアとダンズビー・スワンソンの動向が注目されていましたが、昨日サンフランシスコ・ジャイアンツとコレアが13年総額3億5000万ドルの契約に合意したと報道が出ましたね。先日ヤンキースのアーロン・ジャッジが9年総額3億6000万ドルの総額としては FA 史上最高額の契約を結んでいましたが、今回のコレアの契約はそれに次いで2位。またショートの選手としてはメッツのフランシスコ・リンドアが2021年開幕直前に結んだ10年総額3億4100万ドルの契約を抜いて史上最高額の契約ともなりました。コレアは昨年のオフも FA 史上ナンバーワンの評価を受けて大型契約を結ぶだろうと言われていましたが、3ヶ月にも及んだロックアウトの煽りも受けてツインズとオプトアウト付きの3年契約と短めの契約に落ち着いていました。ただこれは最初からコンフ FA 市場に再挑戦することを念頭に置いた契約設計になっていて、そしてその再挑戦の結果これだけの大型契約を手にすることができましたので、コレアサイドからすれば満足のいく契約になったのではないでしょうか。今回はコレアとジャイアンツの契約についてお話しできればと思っています。コレアにとって今回のジャイアンツとの契約は念願の大型契約となりました。2021年春の時点でアストロズから6年総額1億2000万ドル、5年総額1億2500万ドルの契約延長オファーを受けていましたが、いずれも断りまして、FA 前ラストイヤーとなった2021年はオールラウンドな活躍で、ウィンザブリプレイスメント 7.2 のキャリアイヤー、市場価値をしっかり上げて FA 市場に臨みました。昨年のオフは11月末にコーリー・シーガーがレンジャーズと10年総額3億2500万ドルの契約を結んで、コレアはものすごい金額を手にするんじゃないかと思いましたが、想像以上に長引いたロックアウトの余波で、コレアが要望するような大型契約をまとめるだけの時間が足りず、最終的にはツインズと3年総額1億530万ドルの契約に合意。コレアがまさかツインズに行くとは思っていなかっただけに当時非常に驚いた記憶がありますが、3年契約とは言っても毎年オプトアウトできる契約になっていて、鼻からどこかのタイミングで FA 市場に再挑戦することが考えられた契約でした。で、今季も2021年ほどではないにしても、136試合で打率2割9分1厘、ホームラン22本、OPS8 割3分4厘、ウィンザーリプレイスメント 5.4 とハイレベルな成績を残し、満を持してのオプトアウト、狂乱ぶりを見せる FA 市場にも助けられて、総額3億5000万ドルの契約をゲットしました。もちろんコレアもそれだけの契約に見合う活躍も見せています。ここ2年間のパフォーマンスは MLB でも3本の指に入るショートであり、またコレアといえば怪我に弱いイメージもありますが、この2年間は大きな怪我なく試合にもしっかり出まして、安定した活躍ぶり。WRC プラスは136と今この表に出ている5人のショートの中では最も高い打力を見せつつ、守備面でも2021年プラチナグラブ賞を受賞するなど、攻守にバランスが優れていまして、それでいて年齢はまだ28歳。コンフのショートの FA 市場、ターナー、ボガーツ、スワンソンといる大物選手の中では一番若いと、ターナーが3億ドル、ボガーツも2億8000万ドルの契約をコンフもらっているわけですから、若いコレアも少なくとも3億ドルを超えるのは市場の流れからして当然であり、納得の契約ではありますかね。で、コレアを獲得したジャイアンツですが、コレア獲得以前よりコンフそれなりに動きは見せています。昨年2021年はベテラン選手たちの予想以上の活躍や運用のうまさに支えられてシーズン107勝を挙げましたが、今季は故障者の影響などもあって勝率は5割ちょうど。ただジャイアンツフロントとしてはむしろ去年107勝したのが想定外であって、チームとしてはベテラン選手たちの契約も終わってペイロールが大幅に空く今くらいのタイミングからの勝負をもともとは考えていたでしょうから、そういう意味ではある意味予定通り。ベルトやロンゴリアなどが FA となりましたが、ジョック・ピーダーソンがクオリファイングオファーを受諾してすでに残留を決めていますし、強打者ミッチ・ハニガーと3年契約、先発陣ではロドンが多分戻ってこないと思われますが、その穴を埋める人材としてロス・ストリップリングと2年契約、着実にチームの補強を進めていました。そして今回コレア獲得を実現させたわけですが、ジャイアンツとしては念願のスター選手獲得ですよね。バスター・ポージーが昨年突然引退を表明してから野手のスター選手をずっと探していまして、地元が近いジャッジの獲得戦線にも本気で参戦し、あと少しで彼をサンフランシスコに呼ぶところまで行きました。最終的にはヤンキースが意地を見せてジャッジに9年目の契約を提示したことでヤンキース残留となってしまいましたが、ジャッジに使おうとしていた資金をコレアに全て投入し、そしてついに念願のスター選手獲得を叶えたと。個人的にも今のジャイアンツのコアに据えるんだったらジャッジよりもコレアの方がフィットするんじゃないかとも思っています。
すでに完成された強いチームというよりは、これから強くなっていくチームで、その中でショートというプレミアムなポジションをガチ固めてくれるコレアの存在はやはり大きいでしょうし、リーダーシップに優れる点もチームのコアにふさわしいのかなと。アストロズにいた頃はプレーオフを含めて幾度となくクラッチヒットを放ち、ここぞで頼りになる感じや、チームを一人で勝利に導ける、これもまた多くのチームが中心選手に求める能力を持った選手だとも思います。さらにこれからコレアを中心にチームを強くしていきたいジャイアンツですので、13年も契約することに対するリスクは当然あれど、来季が28歳のシーズンと単純に全盛期の恩恵を長く享受できることのメリットも無視できません。ジャッジを中心にするならあと2年くらいで何が何でも頂点目指す必要があった中で、果たして今のジャイアンツの状況で間に合わせることができたかは何とも言えませんし、コレアを中心に据えるならもう少し長いスパンでコンテンドの期間を捉えることもできますしね。ジャッジに振られたかもしれませんが、結果的には今のチーム状況にぴったりな選手が来てくれたのではないでしょうか。これからコレアを中心とした新しいジャイアンツの時代が始まることになると思いますが、裏を返すと2010年代の黄金時代が本当の意味で終わりが近づいているとも言えそうです。2011年以降ジャイアンツのショートといえばブランドン・クロフォードであり、2012年2014年の世界一の時も彼がレギュラーでしたよね。でクロフォードも昨年突然長打力が目覚めて、結果としてジャイアンツと2年契約延長となったわけですが、35歳のシーズンの今季は攻守に振るわず、さすがに厳しさもありました。クロフォードとの契約は来季までありますが、コレアを獲得した以上さすがにショートはコレアでしょうし、クロフォードはトレード等なければサードやセカンドあたりでフローレスやエストラーダなどとのプラトン起用となるでしょうか。それもおそらく1年限りの話でしょうから、来季終わったら2010年代の黄金時代を支えたメンバーは完全にチームを去ることになりそうです。コレアを中心とした新しい時代の始まりと2010年代の黄金時代の本格的な終焉、ジャイアンツの時代が変わる瞬間となりそうです。ということで、ジャイアンツ新しい時代の核となる選手は取れました。あとはいかにしてその周りに勝てる戦力を整えるか。なんだかんだ近年ワールドチャンピオンとなるチームはショートを自前で育てていることが多く、これは市場で確保が難しい、確保できてもプラスを出せる選手には大型契約が必要なポジションを自分たちで用意して、もっと埋めやすいポジションを FA で取った方がコストパフォーマンスに優れ、チームのバランスを取りやすい側面もあるかと思っているんですが、ジャイアンツは逆にコレアに総額3億5000万ドル渡したわけで、もちろんジャイアンツほどの資金力があればそこまで気にする必要はないかもしれませんが、ここはどうなるか。資金力があるとはいえ全て FA でというわけにもいきませんから、ロースター強化の中でできればマルコ・ルシアーノなどのプロスペクトの台頭にも期待したいですね。コンオフのNL西地区はドジャースが積極的に補強に動けていない中で、パドレスがオールインの姿勢を継続し、さらにジャイアンツもこうしてコレア獲得を成功させたことで戦力の差は縮まりつつあります。この2チームがここから数年間ドジャースを脅かす存在となってくるのでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。